ね、桜見る会、前回ね、安倍政権というのは、国の文書、公文書をシュレッダーにかけましたね。だね、確かに。まあ、証拠の隠滅みたいなことをしましたね。それをたくさんの国民が怒りますね。え、なんだ、フジテレビが使いにくいやつあるってこと？テレビでんぐなって言われるやろ、テレビでんぐなったとかって。周りから言われるやろ。それどう思う、そういうの。別にあんたの考えしながらから、何も思わへん。迷惑かかったことある？いや、なんもないし、何もかかってもかまへんで。そんな、弱いこと言うとらへん。このね、慰安婦なんか結局金もらってやってたんだとか、金もらってるやつもいたんじゃないのかとか、慰安婦ということをなかったかのようにするという日本の一部のやつらがね、言うわけです。それに対してどう思う？人権と、そしてね、尊厳の問題だと思います。今まで見てきた悪い芸の中で一番新鮮ですよ。こういう政治的な話を直接触れて。興味持ったらさ、普通に行くみたいな当たり前のことが、すごい新鮮なことになるのかね。お笑いと政治を一緒にするんじゃないって怒られる。辛いから、辛いから伝えるために努力ができる。Nice to meet you. I'm Daisuke.